厚木郷土博物館に行こう。厚木中央公園のセミは圧倒的にアブラゼミが多い。それはなぜでしょうか。新しくできた公園、生き物にとって新天地でそこにやってくるっていうことは、一つは飛ぶ力、跳ねる力、移動する力が強くないとやってこれないですよね。それから次にやってきたとしても、こういう環境は嫌だ、あれは嫌だ、これは嫌だって好き嫌いが多いと、新しい環境で住み着くことはできません。で、最後に気に入って住み着いたにしても、卵を産む場所と幼虫が過ごす場所が必要になってきますね。多くのセミは硬い地面ってあんまり好きじゃないんですよ。幼虫が住んでるところが土の中なので、土が硬すぎると潜り込むことができないんですね。で、多くのセミは中央公園みたいなちょっと土が固めな林には住み着けない。アブラゼミとクマゼミっていう種類は潜る力がすごく強いので、幼虫が育つことができるんですね。で、ちなみに中央公園でどのくらいのアブラゼミが出てるんだろう。大体2000個体ぐらいアブラゼミが出てるんですね。中央公園に行って夏セミの声を聞いたら2000匹ぐらい出てるなって思ってもらったりすると、博物館的には嬉しいかなと思います。厚木の人は死んだらどこへ行くと考えていたでしょうか。答えは大山です。この辺りの人たちは死後100日ですね、百貫地前といって茶湯寺というお寺にお参りをします。その時に似た人に会える、亡くなった方と似た人に会えるというふうに伝えております。この模様は岸邸のどこで見られるでしょうか。岸邸の洋間ですが、大正末から昭和初期にかけて増築された一部です。人間洋館と呼ばれています。通常は玄関の横に設置されていることが多いのですが、岸邸は2階に設けられています。このような建築スタイルは大変珍しく、岸邸の大きな特徴の一つです。厚木市から戦国大名になったのは次のうちどれでしょう。正解は3番の中国地方を治めました戦国大名の毛利氏です。毛利氏はもともと大江氏といいまして、大江広元という朝廷に仕えた下級官人が元になっております。で、大江広元が初代の鎌倉幕府の将軍の源頼朝に招かれて、鎌倉幕府の成立に尽力したという功で、愛好軍の毛利の書を与えられました。で、毛利氏がどこから誕生するかというと、この大江広元の四男の毛利末光という人がここの地に住みまして、毛利氏を名乗ったことが始まりとなっています。で、毛利末光が1121年の承久の乱で活躍しまして、博物館に所蔵されております、吾妻鏡の方にも載っております。博物館の公園にある松の木のこの奇妙な印の正体は何でしょうか。奇妙な印の正体は、ここから流れ出す樹脂松ヤニを集めた跡です。太平洋戦争の末期、日本軍は戦闘機の油にも苦労していました。そこで目をつけたのが松の樹脂や根っこから取れる油でした。作業に当たったのは当時この地にあった清賀小学校の児童たちです。取れる量はわずかでしたが、一生懸命作業したといいます。しかし苦労して集めた油も戦闘機の燃料としては質が悪く、実際に使われることはありませんでした。ただ、こうして松の木に残された跡だけが、今も私たちに戦時中の子どもたちの暮らしの一端を伝えてくれています。